こんにちは、島田です、えー。7月のビデオレターをお送りします。えー、7月はですね、えー、うちの長男が誕生日だったんで、家族でですね、えー、千葉の鴨川に1、えー、泊旅行行ったんですね <laughs>、えー。その話をお伝えします。<laughs> それでですね、鴨川ってなんかね、昔で言うと私結構釣り行ってたんですよね、朝。 3時ぐらいにこう家出て、向こう着いて5時とかね、えー、それで船に乗って釣り合ってた記憶はあるんですけど、まあ、今回ね、えー、たまたま日曜だったっていうあ、土曜日に行ったんですね、土曜日だったっていうのもあって、あの海ほたるのところですね、あの高速道、路えらい混んでて、そこ抜けるだけで1時間ぐらいかかったかな。 まあ結局ですね、3時間ぐらいかかって、やっと鴨川に着いて、えー、それでですね、初めて鴨川シーワールドに行ったんですよ。それでね、笑っちゃったのが、あのシャチのこのズブヌれショーってあったんですね。たまたまあの行った時に、イルカのショーがあったんで、イルカのショーを見てたら、えー、シャチのショーがどうのこうのって放送が流れてきたんですね。 それで、イルカショーが終わってからだと満席になりますんで、みたいなのが入ってきたんで、まあ、イルカショーをちょこっと見て、じゃあ行こうかっ、つって、こっちの、えー、シャチの方のショーをやってるところに行ってみたら、満杯なんですよね、この、ちょうどここら辺の席の部分ですね。<laughs> <laughs> それでみんななんかカッパ買って入ってられるんですけどなんだろう飽きねえかなとかってほん探してたんですけどまあねえわということで立ち身にして本当とよかったです。あのいきなりねシャチが出てきて何やるかっていうとこの胸びれであの水をバシャバシャってこうね <laughs> かけていくんですよね。すんごいんですよこれが。 それでもう宙返りしてバシャンと落ちて水飛ばしたりとか、あの尾びれでバーってやったりとか、何回ぐらいだろう、各ブロック10回ずつぐらいもう水かけまくるんで、このね、一番前の方の席の人ってやばいですよ、もう髪の毛とかずっぶ濡れになってたんで <laughs>、あれ、カッパ着てる意味ねえよとか <laughs>、ほんとよかったです、立ち見で <laughs>。 あのもうずぶ濡れになるようなのイメージした格好じゃなかったんで、あもうとにかくラッキーだったなと <laughs>。これ面白いんでね、濡れてもいい格好して行かれる分には、ぜひぜひね、一回この夏に体験してみられるといいのかなと <laughs>。これ結構おすすめです。で、昼飯なんですけど、昼飯がね、 結構あのネットでこう調べるとうまそうなのが出てきたんで行ってみたらね結構行列で待たされたんですよね。れで入って出てきたらでかいですよね。<laughs> あの私はさすがにねちょっとあんま空気しなくてあのおそばにちょっと天ぷらがついてるやつ頼んだんですけどまあ子供らね、えー、こういうでかいの食ってましたね。 <laughs> まあまあそこそこねまあ普段食べないんでそういうのああいいのかなっていう感じでしたねええー、それで刺身定食かなんかだとあの船刺身が船でね出てきたりとか結構ねああ面白いなっていう感じでしたね <laughs> それでまあ実際泊まったホテルがですねあの一休とかにも乗ってるような結構高級なところでした それでホテルのこれ、中の写真なんですけど、畳の部屋と、ベッドの部屋と、あとこの奥にまあソファーが置いてあって、テラスもあってっていう形、それでお風呂はですねあの24時間ずっと沸いてるような形で、一応、温泉ってなってたんですけど。 温泉の匂いはしなかったですね。<laughs> ということで、まあ、非常に綺麗な部屋で、まあまあまあ、いい感じかなと。なんかリニューアルしたのかなっていう感じでしたね。外見はそんな新しい感じはしなかったんで、それで、まあ、ここのすぐこっち側がですね、海になってて、まあ、海を見ながらっていうことでね、あのまあ、いい感じの部屋でした。それで、 えー、夕食がですね、えー、まあまあ海に近いっていうことで刺身の盛り合わせ系とかいろいろあったんですけど特にうまかったのがこのねサザエご飯がすんげーうまかったんですよね。あのもうもうこれが一番かなぐらいにこのサザエのご飯は本当絶品でしたね。 えー、これだけはまた食ってもいいかなと。ただ日本酒はねあんまりこう地元の酒ばっかり置いてあってうーんちょっと今何歩かなっていう感じはしましたけどこれはあの美味しかったです本当に。それで、えー、帰る時にですね駐車場に停めてから磯を散策したんですけども私ね あの島根の田舎で育ったんで、もうこういうところは、ガキの頃から本当夏になると、えー、島田の父親の方がですね、毎朝釣りとか行くんで、それに乗,乗ってって、車乗ってって、それでこういうところで貝とか自分で拾ってたんで、もうね、なんだろう。自分の 居場所に帰ったみたいな感じで、この堤防の上バーッと歩いたりね、いろいろしてたらもう嫁とかに怒られてね。<laughs> ねえあ。あまりこう子供ら連れてきたことなかったんでね、それでここの辺歩いて、それでまあ、これ蚊にいたんで捕まえてこう渡してやったりとかね。 <笑>,あの笑っちゃうのが、船虫がたくさんいるんですよね。それで歩くと、ザーって、<laughs> みんな怖がっちゃったね、最初ね。いやー、そういや、磯連れてきてねえなーっていうので、まあ、ちょっと反省したんですけど、この海も綺麗だし、磯もすごいよくて、まあ、釣りとかやったらいいんだろうなーみたいなね、えー、これ、確か中湊なんで、昔ね、釣りでよく来たような気がするんですけど。<laughs> まあまあ、すごい海が良くて、あのいいところでしたよと。それで、まあ非常にね、残念なことが2つあったんで、お話しますと、えー、ここのね、えー、ホテルは多分ね、高級路線なんですよ。あの高いんですよ。宿泊代が1人いくらかな。3万以上取るんですよね。4万、4万までいかないかな。 えー、そんぐらい高いのにもかかわらず、えー、夜もそうですし、朝もそうでしたけど、運んでくるというか、接客する人が外人さんなんですよね。<laughs> いや、高級路線で外人使うかなっていう感じですよね。味噌スープ、あとでつきますみたいなね。いや、味噌スープって言われても。だからね、ちょっと残念なんですよね。いや、これちょっと変え、 いや逆でしょって、運ぶだけとかっていうのはいいのかなと思うんですけど、接客担当だけは日本人がやるとか、なんかちょっと考えりゃいいのになっていう、ちょっと残念な部分と、あとですね、一番ちょっと、いや、これは考えとけよって思うのが、ですね駐車場なんですけどね。 駐車場が、えー、ちょっとね、散策し海に散策して1時間ぐらい経って、あの出ようかなと思ったら、追加料金取られたんですよね <laughs>。いや、ちょっと待てよと。 あのいや別にいいんだけど追加料金払わないとかって話じゃないんだけどいやーそんぐらい出せよっていう、ね、<laughs> なんかねすんごいねもう行かないっていうよ <laughs> うなね思いをお客さんにさせるのが果たして OK なんかなっていうね何を考えてあの旅館旅館というかホテルは高級路線を歩もうとしてんのか全 全く意味不明なんですよね多分ねリフォームされて結構投資されてると思うんですよそれでまあお金かけてねあの一休とかに乗っけて集客もしてるにもかかわらず外人使ってみたりねいやねえねえ布団片すとかそういったので外人さん使うのいいじゃないですかでも接客の部分は あのベテランの日本人がわあの外人が悪いとかそういった話じゃないんですよ。あの外人だろうが日本人だろうがある程度ベテランの方が対応するようにするべきでしょってこう思うわけですよね。それとこの駐車場にしても少なくてもあの昼までは OK だよとかね。 あと、少なくても、行っとけよって思うんですよねあの。駐車場止められてる車なんですけど、何時までは無料でこちら側でお金払ってるんですけど、それ以降はどうしても有料になりますんで、で一言言っとけよって思うんですよね。それ言わないまんま、なんかね、駐車場のおっさんがお借りくださいみたいな。<laughs> いや、ちょっと違うなっていうね。 まあ、あと、風呂もね、ちょっと違うなって感じしましたけどね、えー。ということで、せっかく高級路線なのに、ちょっと残念だな。経営者の人を考えた方がいいよっていうね、<laughs> えー、感じがしました。ということで、えー、7月のビデオレター終わります。お疲れ様です。